何を今さら。ぜひ手伝ってもらいたいね。薬の実験もあるし。ね、セルーナくん。実験台？ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、まあ、右のシーゼンタウンをいろいろと探索していきますか。いけ？いきなり。大丈夫、のび太くん。そっちじゃないやろ、心配する方は。ごめんよ。あれ、君たちは。今度はなんかのび太のお父さんみたいな。こんにちは。僕、のび太。こっちはドラえもん。ランチくんが言ってた子たちか。今、ランチくんの家にいるんだってね。ねえ。おじさんは？僕はネラル。一応雑貨屋だよ。何、一応って。あなた、誰か来ているの？うん。お母さんには似てないな。あら？あなたは？ほら。のび太くんとドラえもんくんだって。ほら、ランチくんがいてたでしょ？あなたたちが。私は雑貨屋のエティよ。こんにちは。よろしく。お願いします。よろしく。そうね。ティラルも紹介するわ。ティラル？うん。うん。僕とエティの子供だよ。へぇー。ちょっと。ティラル、来なさい。なに？静香ちゃんみたいな感じか。どうしたの、ママ？実は。この子たちに街に来たばかりなんだって。仲良くしてあげてね。こんにちは。私はティラル。雑貨のお手伝いをしてるの。こんにちは。僕はのびのびた。こんにちは。僕ドラえもんです。ほら。さっきランチくんが言ってたろ？ランチくんの家にいるっていう。ランチの？ランチとの会社なの？うん。助けてもらって仲良くなったんだ。それじゃあ私とも仲良しね。これからよろしくね。なるほど。ランチくんのことが好きなんだね。そうだ。あのね、僕たち今お手伝いできる仕事を探しているんだ。それがね。そうなの？でもこのお店3人でやってるから。ごめんなさい。人数は足りてるのよ。そっか。ないんじゃない？仕方ないね。それじゃあ別のところを探すよ。のび太もドラえもんも頑張ってね。いきなり呼び捨て。ありがとう。それじゃあね。うん。そうだ。僕も行くよ。あなた？どういうこと？それじゃあ、ね、また行ってきまーす。何どうした？ギャンブルとか。ネラルさんどこか行くの？いつもそうなのよ。とりあえずのび太くんたちはお手伝い探し頑張って。いつもそうってことは実質2人やん。大丈夫やん。働けるよ、ここで。さようなら。追い返される。悲しい。あーい。さあ次は料理だよ。料理屋だよ。こっちこっち。こんな近くでそんな大声で呼ばれてもね。料理屋、料理屋。はい。ねえ、ごちそう食べてる。みんなで仕事の手伝いをするんでしょ？お金は？じゃあ、のび太とドラえもんも一緒に食べようよ。やったー。お金は？この世界のお金は大丈夫なの？あれ？君たちも町に来た子だね。ランチくんから聞いたよ。のび太くんとドラえもんくんかな？こんにちは。おいらはレスターっていうのさ。二人とも食べてっかい？ただですか？ありがとう。はーい、ありがとう。それではお言葉に甘えて。スネ夫はもう食ったの？僕はもうお腹いっぱい。もういらないの？それじゃあおいら食べちゃおう。自分で作ったやつ。僕たちの分は新しく作ってくれるってこと？あなたまたそんなん食べていらっしゃるの？スネ夫のお母さんみたいで。トラン、すみません。お三方ともすみません。この人はみんなにたくさんのご飯を作って食べきれないって食べてしまうんですわ。わざとってこと？ね、火ついた、ついたまんまやけど大丈夫な、あれ。僕全然食べてないのに。僕も。あら？お会いするのは初めてですわね。もしかしてランチさんが言っていた子供たちかしら。こんにちは。私はトランですわ。主人と二人で料理屋をやってるんですねよ。そうだ！トランさん、僕にお仕事を手伝わせてもらえませんか？でもガラガラって言ったけんいらんのじゃないかな。まあ、どうしてです？実は。僕、嵐に巻き込まれてここに来たんです。でも、この街では子供の仕事を手伝うのがルールだって聞いて、どうしようかと。どうしましょう。それは大変でしたわね。でも、どうしてここが良いのかしら。僕、トランさんみたいにしっかりした方のところでお手伝いしたいんです。レスターさんの料理もとっても美味しいし。え？そんなにしっかりしているかしら。二人合わせてレストランってことかな。名前が。してますよ。料理、そんなにうまかったの？とっても美味しかったです。
僕いろんな国の料理を食べたり高級料理もたくさん食べてきましたけど、こんなに美味しいもの初めて食べたかも。そんな照れちゃうな。そうだわ、帯を売るのがうまいな。困っているようだしいいですわよね、あなた。え、マジで？そうだね。そんじゃこれからよろしくね、スネオくん。やったー、よろしくお願いします。私たちは。そうだ、あ、僕もお手伝いできるところを探してて。そうか、僕も。すみません、そんなにたくさんは。そんな、まあ早い者勝ちよね。ごめんよのび太くん、ドラえもんくん、僕のせいでね。でも君たちなら別のお店が見つかるさ、僕応援するよ。へへへ、嫌なやつだな。スネオくんは友達思いだな。ふぅ、おいら泣けてきてよ。どこが？めっちゃ嫌な表情しとるけど。都合のいいやつ。まあ、のび太くん仕方ないよ、頑張って探し直そう。そうだね、じゃあ行ってくるよ。お願いしますわ。またお客さんとして出てきてくださいね。またね、待ってるぞ。次来た時にはきっとスネオがめっちゃ料理上手になっているはず。さあ次は病院だよ、こっちこっち。病院でできることは受付ぐらいしかないんじゃないの。ね、看護師的な仕事をするわけにもいかんやろうし。お願いします、お手伝いさせてもらえませんか。ああ、静香ちゃん。別にいいけど、めんどくさいといえばめんどくさい。あれ、静香ちゃんはここにしたの。ええ、あら、のび太さんにドラちゃん、今お願いしているところなの。変わり者って言ったよね。君たちも静香くんと同じでやってきた子たちだね。ランチくんから聞いたよ。確かメガネの君がのび太くん、青いタヌキの君がドラえもんくんだね。タヌキ、どこに行っても言われる。僕はタヌキじゃない、猫型ロボットです。猫？どこが猫なの？え、ちょっと触ってみてもいい？それじゃあ、そんな見た目だけどふわふわなの？それともヒゲ？切るとダメなの？何？どこが猫なの？あれ？でもよく見ればタヌキでもないな。というか僕本物のタヌキ見たことないよ。でも絶対猫ではないよね。ねえ、うぜえ。だから猫型ロボットだった。止めて止めて。僕は病院で医師をしているロボット。怪我とかしたらいつでも来てね。よろしく。結局手伝いを。私は病院の看護師セルーナよ。ねえ、静香ちゃん、悪いことは言わないからここでお手伝いはやめたら。僕もそれがいいと思う。何を今さら。ぜひ手伝ってもらいたいね。薬の実験もあるしね、セルーナくん。実験台。うん、し、私なんてね、ジョークか。そんな、ジョーク。実は手伝ってもらいたいのは本当なんだ。なんせこの町で一つだけの病院なのに二人しかいなくて。はい、私で力になれるならぜひお手伝いさせてください。ありがとう、よろしくね、静香くん。よろしくお願いします。セルーナさんもよろしくお願いします。よろしく。セルーナくん機嫌悪い。なるほど、セルーナさんはロコット先生が好きなんだね。いえ、大丈夫です。私まだ仕事があるので行ってきます。多分二人で働くことが嬉しかったんじゃないのかなという複雑な乙女心。なんであんなに怒ってるんだろう。私何か悪いことしちゃったかしら。いつもはいい子なんだけどね。緊張してるのかもしれないし、ま、気にしないでいいよ。あ、はい。静香ちゃん小学生だから。静香ちゃんが言うなら僕もここがいいな。それじゃあ僕も。ごめんね。お手伝いは一人でいいんだ。ごめんね、のび太くん、ドラえもんくん。そんな。それじゃあ。静香くん、お手伝いは明日からだ。よろしくね。じゃあ街を少しだけ見て回ろうかしら。そうだ。僕と行かない？やれやれ。ダメだよ、のび太くん。まだお手伝いするところが決まってないんだから。そっか。仕方ない。行ってくるよ。またね。のび太さん、ドラちゃん。病院ならいっぱい人いてもいいと思うんだけどな。さあ次は鍛冶屋だよ、こっちこっち。これはあれじゃない、ジャイアンが決まるっていうパターンじゃないでしょうか。どこですかね、鍛冶屋。ちょ待って、あ、あったあった。はい、来たわ。あーい、でもジャイアンまだ中に入ってなかったね。誰かいますか。グラス、客が来たぞ。父さんも出ればいいじゃねえか。なんだ、
なんだって早く行ってこい。たく分かったよ。どうも。こんにちは。はい、いらっしゃい。ん？お前たちは、ああ、ランチが行っていた子か。のび太とドラえもんだったっけ？やあ。よろしく。お願いします。よろしく。お。よろしくな。おい。父さん、町に新しい人が来たらしいぜ。なんだ？新しい人？おー、でかい。うん。まだちっちゃい子供とタヌキじゃねえか。僕はタヌキじゃない。よ。俺はスミック。ここで鍛冶屋をやってるんだ。へえ。鍛冶屋さんだなんてすごいですね。俺も一応鍛冶屋のブラスだよ。半人前のだがな。一人前なんて一生ならねえよ。なんだ。そうなの？この野郎。なんだと？ちょっと。僕今お仕事の手伝いができるところを探しているんだ。ねえ。何か手伝えることはない？うん。よ。ダメだな。どうして？やれやれ。お前の細っこい腕足じゃ鍛冶屋はできねえよ。それじゃあ。僕は。お前もなんか怪しいからダメだ。なんか怪しい。怪しくないよ。ドラえもん仕方ないよ。怪しいもん。怪しくないっては、まあ、ドラえもんが一番怪しいよね。ま、何かあったらいつでも来てくれよな。ありがとう。怪しくないっていうのに。ドラえもん、行くよ。またな。じゃあな。またな。またね。あれ？ジャイアン、入ってくるんかと思ったけど来ないの。あれ？スネ夫と静香ちゃんは？あの二人はお手伝いが決まったんだってさ。それはよかった。それじゃあ三人には次の店を紹介するね。あ、まだあるん？ねえ。次はどこなの？なになになに？おーい。こっちだよ。みんな近くで大声出しすぎ。おいおい。海じゃねえか。この町には海も山もあるんだ。ジャイアン絶対さっきんとこで決まると思ったんやけど。次のお店はここ。かわいい、なんか、釣り屋さんだよ。釣り屋さん？海の家的な。よーし。早速行こうよ。あわわわわわ。待ってよ、のび太くん。おい。なになに？なんだと？何話しよん。よーし。何言ってんのかよくわからん。どこ行った？おーい。結局、鍛冶屋さん行ったんかな。うわー。ここが釣り屋さんか。どんな人がいるんだろう。すいません。あ、おしゃれなお姉さん。誰？こんにちは。僕、のびのび太。こんにちは。僕はドラえもん。のび太、ドラえもん。ああ、ランチが言ってたことだね。何？どうしたの？釣りがしたい？ここは釣り屋さんなんだよね。本当は私の家だけど、一応釣りの道具が揃ってるの。釣りができるんだね。もし釣りに興味があれば来てね。そうだ。僕をここでお手伝いさせてくれない？いや。なんで？だって。私は一人でいいから。あ、一人なんや。そっか。寂しくないの？ええ。寂しくない。用事はそれだけ？またね。それじゃ、また何かあれば来て。ドライだ。でも好き。かわいい。クールだ。それじゃあ。のび太くん、行こう、うん。ジャイアンは一体どこに行ったの？あれ？そういえば、ランチとジャイアンが来なかったね。やれやれ。のび太くんがさっさと行っちゃうからだよ。どこに行ったんだろう。よーし。とにかく、ランチくんの家に戻ってみよう。はっ。あ、ランチにジャイアン。お？よっ。のび太、待ってるね。どうしたんだ？なんかご機嫌やね。実は。最後のお店の大工屋に行くって言うんだ。やれやれ。先に行くって言ってるのに、ランチがのび太たちを待とうって言うからよ。よーし。そうだったんだ。それじゃあ行こう。あ、鍛冶屋の他に大工屋がある。場所はジャイアンに伝えてあるから、3人で行っておいで。うん、よーし。行くぞ。じゃあジャイアンはそこで決まるってことか。な。この道じゃねえか。そうだね。大工屋さんっぽいね。大工屋さんっぽいんかな。よし。ここにする。力仕事といえば俺だ。最初の鍛冶屋じゃダメだったの？興味ないなぁ。とりあえず行ってみようよ。仕方ない。行こうか。ほらほら、そういうこと言い出したらダメよ。お手伝いなんだから。おーい！すいません。もしかして。誰もいないのかな？いや。そんなことないだろう。奥にいるんだよ。結構綺麗なところやね。お。ん？あ、すみません。あの、俺にも大工をさせてください。ねえ。ジャイアン、自己紹介しないと。わかってるよ。これ、郷田武史って言います。
体力には自信があります。知ってる、ランチに聞いた。のび太にドラえもんだな。知ってたんだ。実はあのペンターさん、俺大工さんの仕事がしたいんです。それでお願いします、弟子にしてください。好きにしろ。やったぜ。おお早い。じゃあ僕も。そうだ僕も。お前たちはダメだ。やれやれ。のび太ドラえもん残念だったな。どうしよう。いろいろ見に行ったらいいじゃねえか。俺はもう少しここにいるぜ。やれやれ。他人事だと思って。仕方ないよ、行こうのび太くん。結局決まるのかジャイアン。どこにもお手伝いできることがないみたいだ。こればっかりは仕方ないよね。手伝うことがないんじゃね。でもみんなお手伝いする場所が決まっていたし、僕だけないのは。ねえ、どうにかできる秘密道具はないの？そんなものないよ。探してみてよ。ないっていうのに。おお、ちょちょ、わしの家の外で騒がしくするんじゃない。よく町長の家の前でそんな大声で。ってなんだ、お前たちか。こんなところで何をしているんだ。あ、まさか役場の仕事を。今お仕事のお手伝いができるところを探してたんですけど見つからないんだ。おい、葵、お前何してたんだ。 それは秘密道具を。なんだ怪しいな、ちょっとついてこい。え、何しょっぴかれます。まさかのドラえもん。あれ、ドラえもんたちはどこに行ったんだろう。他に何か隠してないだろうな。こっちから聞こえるな、行ってみよう。下、青いタヌキなんて怪しすぎる。町の安全が確認できるまでお前にはわしの仕事を手伝ってもらおう。え、ドラえもんまで決定した、マジか。多分のび太はダメなんだろうな。僕はタヌキじゃない、猫型ロボットだ。猫？より怪しい。おーい、ドラえもん大丈夫？のび太くん来てくれたんだ。お前か、ドラえもん怪しいからわしの家で仕事を手伝ってもらう。ちょっと僕は、お前は別の仕事を手伝うんだ。それにわしの仕事の手伝いは一人で十分だ。初期的な感じ。そんな初期秘書的な感じ。のび太くん仕方ないよ。ちあのラグかわいい、ちょっと不満のやつ。みんなばっかり決まっちゃって、なんだい仕事の手伝いなんて。そうだ、もう十分探したんだし、ランチの家に帰ろうっと。え、のび太くんはこの世界でもゴロゴロと。一人ぐらいなら手伝いさせてくれるんじゃないの、ランチくんちで。あれ、のび太お帰り。のび太ちゃん、お手伝いは決まったかい。それが僕だけ決まらないんだ。みんなは決まってたよ。そっか、町の子供たちは家の仕事を手伝うけど、一から探すと難しいね。どうしよう。ほらほら。無理してお手伝いしなくてもいいのよ。ほらほら、ゆっくり座っていなさい。一人だけそういうわけには。おばあちゃんも牧場やってるの？ええ。そうよ、本当は働かなくてもいいって言われてるけど、ランちゃんにばっかり負担をかけちゃうからね。ほら、だからここに働き手が。僕のことは気にしないでって言ってるのに、足も悪いんだから無理しちゃダメだよ。ねえ、僕に手伝えることはない？手伝えること？そうだ、僕たちの牧場は実はもう一つあるんだ。もう一つあるの？おばあちゃんと僕じゃ手が足りなくて、最近は全然手入れしないんだけど、そこでよかったら使うかい？いいの？もちろん助かるよ。そうね、のび太ちゃんが牧場をやってくれるととっても助かるわね。やったー、やるやるやる。僕も牧場主か、楽しみだな。よし、それじゃあ案内するよ、ついてきて。なるほど、のび太はここの家で働くわけだね。まあ、確かにあっこだけやったらね。あー、よし、見慣れた荒れ地。さっついてよ、ここが牧場、これからはのび太の牧場さ。手入れしてなさすぎやろ。すごく広いね。まずさ、感想それ。そうだ、ん、この家も空いているから好きに使って。家まで空いてる、すげえ。いいの？それに一応生活に必要なベッドと棚も置いてあるよ。あ、売ったら困るだろうから売らないようにするんだよ。それ以外は自由にしていいからね。ありがとう。増やす分にはいいってことか。それじゃあ牧場の名前をつけて。ん？名前？のび太の好きな名前をつけてみて。
つけた名前の後ろには牧場ってつくよ。ふんふん。まあ、いつも通りあゆな牧場でしょう。あゆな関係ないけどな。まあ、そこは気にせず、のび太牧場でもいいんやけど、いや、あゆな牧場で。そこはね、お決まり。オッケー。あゆなにしようかな。いきなりあゆなってなんやねんって感じだけどね、この世界的には。あゆな牧場か。いいね。バイバイ。それじゃあ僕は帰るね。説明は何もないの。あ、牧場の仕事のやり方聞いておいた方がいいかな。まあ一応。ねえ、僕牧場のことなんて何も知らないから教えてよ。そうだったそうだった。それじゃあ僕の牧場で説明しようかな。それじゃあついてきて。これから牧場生活の始まりか。あーい、ランチ君たち帰ってきたんだね。ねえ、のび太くん、お手伝いは決まったかい？うん、ランチから牧場を借りてお世話することになったんだ。すごい。のび太くんが牧場でお世話を？すごいじゃない。それでね、今からランチに牧場での仕事のやり方を教えてもらうんだ。いいね。僕も見てよっと。それじゃあ教えていくね。まずこれを渡すね。ほら。ん？クワ？うん。これはクワだよ。まずこの茶色い土の部分をクワで耕すんだ。耕したいところで A ボタンを押すと掘り起こせるよ。それじゃあこの畑を全部掘り起こしてみて、うん、やってみるよ。ということで、今回はちょっとこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次回から、牧場の説明を聞いていきたいと思います。